ようございます。今日はですね3月30日火曜日です。今日はね今からねヤミちゃん久しぶりはね1ヶ月以上ぶりちゃうから行きたいと思います。あれちょっとあと20分ぐらいあるんでちょっとオフロードしましょう。このねバスがね、ユンロまで行くバスですけど、ユンロは2系統あって17と18やったかな、19、16やったかな、5とね、あとから行くところと2つ、インバスまではあります。で、ここからこう、ここまで来たな、こういうね、おかずをさっき作ってね、取っていくという、なんていうんですか、中国大陸スタイルっていうのかな。一番すごかった僕好きなのは温州ですね。温州のあれはめっちゃくちゃいいですね。昔は行きましたね、温州行った時に。なんかいろいろあって、あの高級なものからそうじゃないものまで両方あるんですよね。それがすごいなと思いました。今からですねこの小さい、どこを引きます、じゃあね大田の子おお、这顶的龙海好像龙海给是很柔的鸟鸣吗？あれ間違えた、あっちだ。カナダ場所でここでいるね屋台が出るとこだったんですけどね、この間もう3年か4年ぐらい前かな。いや、あのね今ね Facebook のね香港のね昔の写真を配信している、まあ、グループがあるんです。すごい入ったんですけど、もうあれやね1970年代って本当一部のところ除いて本当なんていうんですかね、中国の田舎のほんま一緒やね。でね、日本にねいっぱいね香港のね古い写真あるんですね。それ早く見たいなと。僕が最初に香港に来た1972年の時のね写真があって、それちょっとアップしたいなと思ってるんですけど、当時行ったのはねあの観光地ばっかりなんでね、面白いかどうかっていうのは別なんですけどね。今日はね久しぶりに1週間ぶりぐらいに太陽が出てます。嬉しいね。こっちからこう来た方がヤムチャのレストラン8階に、ね、また閉まりましたね。今日閉まってますね。おかげさまで香港も新規の感染者474人になりました。めちゃくちゃ少なくなりましたよね。またなんか新しいのができて100円ショップみたいな。結局今ね100円ショップとね、あのさっき言ったご飯よそって食べるやつ、だいたい安いとこでは30何ドルで、ご飯と、おかずたちがですね、中国だったらねだいたい20ドルぐらいで、います。わからんな、もう忘れちまったな、2年以上前やもんな。だけど、まあ中国美味しいですよ。僕は好きですけどね。はい、やめちゃってました。百宝名屋。行きます。2月行ったかな、行ったかもな、4月だったかな。行きましょう。まあ、なんか入るところはいいんだけどね、エスカレーちょっと汽車ないんで、ちょっとあんまおらへんねん。
こがね、ワンテーブル2人までやからね、仕切りしたらいいかな。そんなおらんと思うな。おらんなんか。今日のお茶は3名です。こんな感じですね。これが安いやつですね。2つで 38.8 です。ヤムチャータスカムジュセラミー。あとはこれがビッグメニューですね。これは違う、そっちやな。まあ今ね、コロナやからね、そんなにすごくないですよね。今日はですね、お茶が3名ですね。3名、どんな茶だったんですか。ことぶきですね、名はなかったな。まあ湯気の名ですね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。あ、ちょっと。まあ、ファンリンです。ファンリンの駅の近くの公園です。今散歩中ですね。5時前です。人少ないよね。まあ散歩してる人多いですけど、今ね、そうジョギングとかもマスクしてジョギングせなあかんようになったからね。まあ4月21日まで続くそうですけども、4月の7日、あと1週間ぐらいでしたね。また次のですね、消費券の配布をやるそうです。5000ドル出たんですけどね。なんかあのオクトパスカードは最高が3000ドルしか入らんそうですよ。だから3000ドルがあれなのかな、よくわからんけど、まあまたもらえるのはいつでも歓迎ですけどね。今年は1万ドルもらえるそうです、全部で。まあね、何でも安くなってますよね。そういうのはあの、なんていうか、日本でいう固定資産ですかね。これも香港は毎期毎期来るんですけども、今回来たのが第2期分ですよね。第2期分来たやつが安かったの、800ドルくらいとかの。もともと2000ドルぐらい毎月来るんですよね。だから結構安かった。すごい安くなってますよね。まあ不満出るやろね、普通通り取ってたら、これまで通り取ってたらね。そういうのでだいぶ安くなってさ、だいぶコロナの陽性患者数も毎日の数字減ってきてます。で4月の21日まではこのまま行くそうです。それからですね、9月の30日までですね、こういう政策はずっと続けるそうです、今のところ。まあ、先に延長してその枠作りしてからでしょうね。そういうことやなと思うんですけどね。競馬の島みたいな、競馬やってんのよね。競馬やろな。そんな感じですかね。今ちょっと5時になりました。今日は火曜日ですね。まあ今日はいい天気です。本当久しぶりにね、外うろちょろしようかなと。で短パンとサンダルでうろちょろしようかなという気になりました。今ちょうどですね、うちにですね、バスに乗ってちょっと遠いところまで行って、何キロぐらい、3キロぐらいかな、で歩いて帰ってくるようにしています。はい、じゃあもうちょっと行きましょう。